これがね、うちの会社、はい、そしてね、会社の脇にですね、プレハブ立ってまして、これ、まあ、仕事とか、もうほとんど自分のね、プライベートな部屋になってて、物置ですね、完全に。はい。ここでバイオリン弾くと、外に漏れなくて、練習になるんですけど、まだまだ皆さんの前で弾けませんね。これね、うちの弟と散々遊んだラジコン、うちの親父がね、一生懸命作ったんで、もう動かないんですけど、これ捨てらんないんですよね。あとはね、これ、エジソンランプ。もうエジソンランプ俺大好きで、自分の寝室もね、エジソンランプよ。ここ開けると、非常に眺めが良くてね。こんな感じですよ。はい。そう言って、まあ、あとは、なんだ、そうね。これはね、もう僕が一番最初に初めて司会した1996年10月26日、加藤のりおくんの結婚式の資料から、全部ここにね、まとめてあります。はい。全部。1708本分ありますよ。で、これね、子供の小物とかも入っちゃって。これロールカーテンをつけてるんで、これね、下げると、ね、じゃーんと、この椅子に座って、こうやってやれば、ね、スタジオになるでしょ？ここで撮ってたりします。だから今日もここで番組のテーマ、番宣動画撮りたいと思います。皆さんこんにちは。FM パルドゥン青木幸太郎49歳です。さあ今週も金曜日朝7時からお昼の1時半まで茨城県水戸市から生放送フライデーブランニュークルーズ。今週のオンエア日2月26日金曜日は我らが国民的スター桑田佳祐さん65歳の誕生日です。お若いですよね。僕の周りにおいて、サザンはちょっと苦手だとかね、桑田さんの曲は、受け付けないという人はまずいません。ということで、今週は、桑田さん、サザンの曲一色で、ほぼ一色でね、お送りしていきたいと思います。それに伴って、桑田さんが生まれた茅ヶ崎、あとは育った鎌倉とか湘南、青春を過ごした横浜にちなんだ、いつか皆さんのエピソードをですね、お寄せください。例えばですね、大学時代は横浜で過ごした、4年間横浜で過ごしたとかですね、昔の恋人、今の奥さんでもいいですけど、旦那さんでもいいですが、ドライブデートに行った茅ヶ崎とかね、実家で行った、鎌倉の楽しい思い出とかね、茨城からだとちょっとね、距離があるんで気軽に来られないかもしれませんけれども、機会があったら行ってみたい湘南のおしゃれスポットなどなど、皆さんの思い出の桑田さんの曲を添えてリクエストに添えて、たくさんお待ちしております。初メールも大歓迎です。メールはこちら fm76@fmparlun.co.jp、ご自宅のパソコンや外出先のスマホで簡単に聞くことができます。パソコンならばサイマルラジオ、スマホだったらリスンラジオの無料アプリをダウンロード。はい、今週のテーマは、はい、茅ヶ崎、湘南、横浜、鎌倉、僕の私のサザンオールスターズ。